国際スポーツフォアオール協議会は世界中の人々の健康、体力づくりとスポーツフォアオール推進を通して生活の質を向上させることを目的に設立された国際スポーツ組織である。2009年9月4日に台北で開かれたタフィザワールドコングレスにおいて急称の国際トリムフィットネス障害スポーツ協議会から解明された国際チャレンジで タフィザワールドスポーツフォアオールゲームズ世界ウォーキングデーを主催している。100カ国以上の国からスポーツ振興団体が加盟しており、日本からは1992年に国内4団体によって設立された日本スポーツフォアオール協議会が加盟している。AB タフィザジャパンの名称変更について2010年11月7日、閲覧。ありがとうございます。